7月までに何とか高齢者のワクチン接種を終わらせたいと。こうした中、東京都医師会の尾崎春夫会長は先ほど会見を開き、高齢者へのワクチン接種体制を強化し、7月までに接種を終わらせたいと語りました。一方、東京オリンピックの開催については、今の状況、やり方では非常に難しくなると指摘しました。